にちは、TS メグです。TS メグの塗り絵チャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。本日はですね、みんなが使っている色鉛筆ベスト3の発表をしたいと思います。以前、インスタグラムの方のストーリーズで、皆さんにね、質問したことがあって、今皆さんのメインで使っている色鉛筆は何ですかという質問をしたんですけれども、塗り絵ね、結構されてる方は色鉛筆も3種類も、使う方とかも多いと思うので、一応使ってるもの全てではなくてメインで使ってるとしたら、どれですかという質問をさせていただきました。まあメインでね、2種類使ってる方とかもいらっしゃったりするので、そういう方はまあ何々と何々って感じで2票とか入れさせていただいたんですけれども、で人数的にはストーリーズなので1日で消えてしまうので、全員答えていただいたわけではないと思う、見ていただいたわけではないので、きっと答えてない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、100人いかない程度の人数の方に答えていただきました。数十人ですね、7、80人かなぐらいの方に答えていただいたので、そちらをですね、一応集計して、ランキングとして発表しさせていただきたいと思います。はい、ということで今回は、フォロワーさんに聞きました。皆さんが今使っている色鉛筆ベスト3を発表したいと思います。はい、では早速第3位を発表したいと思います。第3位はじゃん、カリスマカラーです。はい、こちらはですね、もともとはプリズマカラーというね、プリズマと皆さん呼んでる方も多いと思うんですけれども、名前が変わってカリスマカラーというものに変わったんですけれども、アメリカのですね、サンフォード社さんの、ものになります。色鉛筆になります。とてもね、芯がね、とにかく柔らかくて、発色もとてもいい人気の色鉛筆ですね。で今、以前はね、150とか120とか、あったんですけれども、今はそのカリスマに変わって色数もちょっと減って、日本で買えるのがちょっとアメリカとかになると、輸入とかになるとまたもうちょっと増えたりとかするんですけれども、今は、72色ですね、72色、の販売になっているそうです。はい、こちらです。じゃじゃん、分かるかな、これがカリスマカラーさんですね、色鉛筆になります。芯がこう、まあ、見える感じのタイプの一本でね、バラだと。では続きまして、第2位の発表をしたいと思います。第2位はダン、パーバーカステルのポリクロモスです。こちらはドイツの筆記具や画材のブランドになります。アーバーカステル社さんの色鉛筆です。こちらはですね、もう本当にいろんなものを、出してるんですけれども、色鉛筆だけでもいろんな種類の色鉛筆があって、水彩色鉛筆なんかもそうですし、赤い缶の方に入れ物に入っているアーバーカステルの色鉛筆をお持ちの方も多いんじゃないかなと思うんですが、そちら結構リーズナブルで、芯もちょっと固めなんですけれども、お子様でも使いやすい感じの赤い缶に入っているものもあるんですが、今回は深緑の、ね、缶とかに入っているものに入っているものですね、のポリクロモスというものになります。はい、こんな感じ、バラで見ると、見えるかな、ポリクロモスハーバーカステルですね。馬に乗ってるような馬の絵みたいなのが、はい、です。私ね、この
ポリクロモスが実は1位なんじゃないかなって思ってたんですけれども、それぐらいいろんな色鉛筆画を描いてる方とか、塗り絵ももちろんそうなんですけれども、が使ってるよっていう、ね、方が多いので、海外の方なんかでもね多いなっていう印象があるので、もしかしてこれ1位だろうなと思ってたのが、ね、意外と2位でしたね。でも本当に人気で、もうであの塗り絵教室の生徒さんなんかも持ってる方もちろん多いですし、うん、さすがですねポリクロモス、うん、柔らかいし芯も柔らかくて描きやすくて、もう発色ももちろん素晴らしいので、堂々のさすがの2位でございます。続きまして第1位の発表です。第1位はこちら、じゃん、ホルベインアーティストカラーペンシルです。やったおめでとうございます。私もですね一番愛用しているホルベインさんになります。こういった感じの色鉛筆ですねになります。ホルベインアーティストカラーペンシル、もうね、ホルベインさんはずっと私も一番メインで使ってるというふうに動画の方でも結構言ってるんですけれども、嬉しいです1位で嬉しいです。ホルベインさんは日本のメーカーで、まあ、こちらも画材とかたくさんいろんな絵の具とかね、たくさんいろんなものを、出してるメーカーさんになります。でもう発色がとてもいいですし、柔らかい芯で描きやすかったり重ね塗りがしやすいかなという、私は、使い心地がとてもいいなと思ってます。で色数も150色というとても多くて、色もね可愛い色とかも多いんですよ。パステルカラーとか、蛍光色とかも入っていて、とても楽しいラインナップになってるので、色味も私もとてもおすすめです。なので多分もしかして私のフォロワーさんに聞いたというところで、ホルベインがね人気だったのかなと思うと、私がすごいねおすすめして、ホルベイン買いましたっていう声とかも結構いただくので、もしかしてそれが影響してるんだったらとってもとっても嬉しいなーなんて思った1位のホルベインさんでした。ということで、今ですね私のフォロワーさんに聞いた人気の色鉛筆ベスト3を発表させていただきました。今回ね、3つとも色鉛筆ですね、ちょっと高級な色鉛筆の方にはなると思うんですけれども、その分ねどれも素敵な書き心地で発色も良くて、構図つけがたいぐらいねみんな人気のあるものだと思うんですけれども、どれかがねダントツっていうわけではなかったので、まあ、全部ね接戦な感じの票数ではあるので、ぜひぜひ好みによってやっぱ使い勝手が違ってくるかなと思うので、塗り絵の種類とかにもよると思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、絶対1位のがいいよとか2位のがいいよとか3位だよっていうわけではなくて、今回紹介したもの以外にもとてもいい色鉛筆っていうのはたくさんありますので、皆さんねいろんな色鉛筆、ずっと試してみたりとかして自分に合うものを探してみてください。それもちょっとね、楽しみの一つになるんじゃないかなと思います。はい、それでは今回もご視聴いただきどうもありがとうございました。少しでも、役に立ったなと思ってくれた方は高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。